い、皆さんこんにちは。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。みっちです。お、こっちですね。失礼いたしました。はい、改めて今日もよろしくお願いいたします。みっちです。はい、今日はプログラムの9なんですけれども、プログラムの9では現在進行形をマスターしていきます。現在進行形というのは、私は今何々をしている最中ですよとかですね、あなたは今何々をしている最中ですか、例えば電話とかしているときにですね、もしかして今運転中とかですね、はい、あとは私は何々をしている最中ではありませんとかですね、そういう表現をマスターしてってみましょう。ちなみにこの動画なんですけれども、この動画にはですね、この動画の内容プラスアルファの内容が載っているブログサイトがあります。で、そちらのブログサイトの方ではですね、こういうふうな感じにですね、これから練習をする単語表現をですね、はい、リストにまとめてあります。で、もう、ダウンロード、誰でもダウンロードできるようになってるんですけども、ダウンロードしていただけると、点線が真ん中に入ってて、で、枠がポッ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 って書いてあります。なので、それをダウンロードしたら、まず最初に半分に折りますね。で、はい、ここのところに、糊をピューっとつけます。で、合わせて、四角い枠に切って、チョキチョキって切っていただけると、このプログラムの9の内容に対応している単語カードができるようになってます。さらにですね、プログラムの1とかプログラムの2の頃はやってなかったんですけども、最近は、はい、プリント、カードの上の方に1年、プログラムの7の1とかですね、プログラムと1年、プログラム8の3とかですね、書いてありますので、すぐにも印刷してチョキチョキって切ってですね、すぐにテストに対応している範囲のカードがですね、選べるように変えさせていただきましたので、ぜひ私のブログサイトの方に行ってダウンロードして活用してみていただけたらと思います。さあ、そしたら今日もじゃんじゃん単語表現の発音の練習をいってみましょう。準備よろしいですか ?3、2、1、スタート。Help! Help! Help me! Help me! はい、こちら Help me!というふうに書くんですけれども、実際はプっていう発音とミっていう発音、プもミ、ミも両方とも唇を閉じます。なので Help me っていうのが言いづらいので、 Help でちっちゃいつを入れて me というふうにですね、皆さん発音してます。もう一回言ってみましょう。 Help me Help me Now Now Visit VisitHi there. Hi there. はい、こちら、Hi で、Yeah で、There, Here, There の Hi there、そこって意味なんですけれども、Hi there, Yeah、そこ。日本語に直訳すると変な表現になるんですけども、こちらも決まり文句で Yeah とかって意味ですね、言うときによく皆さん、Hi there とかって意味言います。ではもう一回言ってみましょう。Hi there, Hi there.New Year, New Year. Make a cake, Make a cake. Answer the phone, Answer the phone. Answer, Answer. Change my clothes, Change my clothes. はい、ちなみにこちらの clothes の発音なんですけども、はい。これ、CLOTH だけで、テーブルクロスなんかのクロスなんですけれども、それの複数形なので、発音は、クローゼズ とかって言うんですね。言いたくなるんですけども、はい。実はこれ、オープン、クローズ、開ける、閉めるのクローズと同じ発音で OK です。なので、TH は言わずに、CLOS。Close で構いません。なのでもう一回言ってみましょう。 Change my clothes、 はい、 Change my clothes。 Busy Dry my hair Brush my teeth Daughter。はい、こちらも G が真ん中辺に入っているので、道具っていう風に読みたくなってしまうんですけども、G はサイレントレターという風に言って発音しません。なので、
daughter というふうに発音します。もう一回いきましょう。 daughter、 はい、 daughter、 son、 son、 can you help me、 can you help me、 はい、こちら can you help me というふうに文字では書いてあって、 can と you の間にスペース、 you と help の間にスペースで、 help me の間にスペースがあるので、 can you help me というふうに言いたくなってしまうんですけども、実際はそれ日本語で言うと、私を手伝ってくれますかみたいなにあの発音になってしまいますので、一気にもスペース無視していただいて言っちゃいましょう。なので can you help me 言ってみましょう。 can you help me、 はい、 can you help me、 sorry I can't、Sorry, I can't. I'm cooking now. はい。I'm cooking now. はい。はい。ちなみに、現在進行形で注意していただきたいのは、I'm cooking now の無。I'm、 私は何々している最中です。であれば、必ず I am の am が必要になります。あなたは料理をしている最中ですよっていうんであれば、You are cooking now.で、必ず you are の are、 be 動詞 is, am, are が必ず必要になります。これなぜかっていうと、 is, am, are のところで現在進行形、現在やってる最中なんですよっていうふうに言ってるのか、もしこれがですね、そのうち過去形っていうのが出てくるんですけども、 is, am, are の過去形、例えば am、 I am の過去形は I was っていうふうに言うんですけども、そこの am か was、 am の過去形ですね、で、今やってる最中なんですよ。それとも昔やってたところだったんですよっていうふうに、そこで今現在か、それとも過去の話なのかっていうのを使い分けをしているので、はい、必ず、I'm cooking now. am が必ず必要になります。もう一回言ってみましょう。I'm cooking now. はい。I'm cooking now. はい。I'm drinking some tea. はい。I'm drinking some tea, はい。I'm changing my clothes. I'm changing my clothes. I'm drying my hair, はい。I'm drying my hair, はい。I'm brushing my teeth. I'm brushing my teeth.どうもありがとうございました。